マイネルト規定核は、神秘質へ広く投射する、全脳規定部無名質にある、ニューロン群である。アセチルコリンと、その合成酵素である、コリンアセチルトランスフェラーゼを多く含んでいる。変性によりアセチルコリンの酸性が低下する。アルツハイマー病、レビー小体系認知症や、精神的活動や、記憶の減退をきたすパーキンソン病などで見られる。 認知症に対する多くの薬物治療は低下した NBM の機能をアセチルコリンレベルを増加させ代償することに焦点が当てられている。アワ・玉との関係、NBM アワ・アオの過方、無名室に存在する。これらのコリン作動性ニューロンは視覚認知における現実と仮想現実の比を調節することが特に重要な機能である。抑制により、 新たな刺激により多くの注意を払うようになる。ゴードとダン、クオラは同様の所見を報告している。ジェラード・リオピットは1984年にこの職権を確認しているテオドール・メイナートに由来する。この記事にはパブリックドメインであるグレーの解剖学第20版813ページ本文が含まれています。ありがとうございます。